ペチペッチ、ひなこイムポンタ二人ひろげし無事だねー、よし、じゃあイム頑張るか。頑張ろうぜみんな。よし、ポンちゃん頑張ろうか。ポンちゃん頑張りましょう皆さん。はい、ということで今日ちょっとイムいないんですけど、イムちょっと急にねアメリカに呼ばれたらしいんです。嘘つくなって、みんな本当だと思っちゃうから。そういう嘘、なんか友達と旅行しに行きました、あいつは。あ、そうなんだ。俺らを差し置いて今回そんな中俺たちは取り残されたということで、まあ、俺たちもちょっと旅行的なことをしたいと。ということで今回なんとででん、こちら来てください。お家を買い取ってリフォームして売る転売屋になろう。わからん。旅行はどこ行ったの？何が旅行なん？いや、ほら、ほら家いいじゃん。テナントハウスとかほら、ちょっと旅行してる気分になるじゃん、ホテルみたいな感覚で。いや、まあ、家はいいよね、別にね。マイホームは憧れではある。俺を転売する。いや、そこはなんだよ問題は。いや意味わからんやん。要は家業を転売にするってこと、家の。あーっと、そう手っ取り早くやったね。なるほどね。じゃあこうしましょう。まあちょっと今回ねこんな感じに古い家がたくさんあると、はい、うん、まあそういうのを買い取って、で家具屋さんとかで家具を買ったりとか、この家を修繕します。まず綺麗に。ほんとだ。もうだってボロッボロじゃん。ガチボロいやん。なんでこんな家買ったのね。まだ買ってない。え、じゃ買うのやめようよこれ。うん、買わない方がいいっすよ。じゃあ聞いて聞いて。でリフォームしてすげえ高い値段で売るの。要は転売よ。うちらじゃあ稼ぐために今からいろいろやるんだね。なるほどね。そうで稼いで工場、じゃあショップに車が売ってるから、一番高い車1万ドルするんだけど、その1万ドルの車を買って旅行に行こう。お、結果旅行だ。うちら欲しい。じゃあやるよ。じゃあ力を合わせ3人で1万ドルを稼いで旅行に行くぞ。行こう。さあ、じゃあまず、じゃあこれ家を買いましょうか。これここでここに来たら買えます。おお、なるほど。本当家も、おお、 You have bought a house。 家買ったって。買った、家を買ったね。ちなみに右の方にマネーって書いてあるとこが所持金、今1000ドルしか持ってない。お、なるほど。その下が買った家の数だね。で、その下が売った家の数っぽい。そう。で、まだ実績はゼロ。ね。おい、待って、家見たい。待って。中見よう。ああ、今日から俺らの新居か。ちょっと待って。ねえ。何飼ってたんだろうね、ここに前住んでた人は。何の動物飼ってたらこんなに穴が開くんだろう。でもさ、これ、遠くから見るとさ、ほら、これが額縁みたいで、1万円みたいでめっちゃ綺麗だよ。あ、そういうこと。確かに。ポジティブだな。その絵見ててよ。あ、映画じゃねえこれ。あ、なんか始まる。え、すごい始まった。なんかエスカレーターを下る人。激しかった。結構激しいエスカレーターだな。ちょっとトムとジェリーみたいな。ポチ、知らねえ。トムだよ。あ、喋ってる。トム喋ってる。あ、トム喋ってる。あ、ジェリーも来た。うん、どっちが猫だっかわからないから、とりあえず帰ろ。なんかとりあえず家具屋でなんか買ってこいって言ってね、家具を。あ、言ってる。え、てか違う、待って、ファインドファーニチャーストア、ダウンタウンのファーニチャーストア、家具屋さんを探せって言ってる。え、ダウンタウンの二人がやってる家具屋さんってこと？違う、街にある家具屋さんを探しに行ってねって言って。違う、ダウンタウンの二人って今さ、一人じゃん、ちょっと気まずいじゃん。あ、見てこれマップだ。本当だ、マップある。めっちゃ広いな。あ、これでチープハウス、安い家。チープハウス、安い家。赤いのが安い家。おい、壊すんじゃねえ、お前バカ。張り直せ。何やってんのバカ。お前、違う、これじゃない。あ、違う、それでもない。待って待って、これ大丈夫？空手してる。あー、待って。ちょ、ここ花が。あだから、赤から順番にこう高い家になるってことだね。家買うのにもやっぱお金払わなきゃいけないから。いや、順番に高い家じゃない。一番下チュートリアルハウスだから。あ、ほんとだ。今やってる家がチュートリアルハウスだ。左上か。うん。で、紫が一番高い、エクスペンシブハウス。なるほどね。です。じゃあ家具買いに行くか。そうっすね。この真ん中にある、この、なんか、大きい四角が、ストアって書いてある、ね。ファーニチャーストアって書いてある。よし、行くぜ。よーし、一輪車で行くぞ、一輪車で。行きましょう、一輪車。え、なんかさ、ペダル
の動きが嫌い。どうやって漕いでるの俺たちこれ。風で風風風で漕いでる。風で。あ、ここじゃね。本当だ。え、そうだね、書いてある。これ池、池屋だ。本当だ、池屋みたいな色。うん、絶対池屋だこれ。え、ここが町か。あ、え、お、お、あ、なんかいっぱい増えてきたよ、なんか。え、カンテナショップ。めっちゃ持ってる。え、なになになに、なんだ、なんか順番に手に入っていく、どんどん。コピーツール、ペイントツール、な、読めないな、回すツール、ブレイクツール、うん。家具を買ったやつコピーして、配置したり、色変えたり、家具の回転させたり、これ壊したりして、配置するってことだ。じゃ、とりあえず家具買うか。あ、待って、なんかそこになかった、そういえば。え、なんかさ、ATM ある、ここに。え、ほんとだ、ATM ある。お金、お金、ちょっとコピーツールしようよ、これ。あ、え？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 え？ATM 壊しちゃった、やばい。これで？え、なんかお金増えたよ。増えた。お、もうじゃん、3000円も手に入れたよって。3000円今持ってます。だからこれ多分あれだ、所持金がゼロになったらここで ATM 使うと3000円からスタートできるよってことだ。ちなみにあの、もともと1000円持ってたから合計で今4000円になってる、手持ちが。うん、増えた。え、あと6000ドルでじゃあスポーツカー買えるじゃん。え、え、意外と簡単じゃね。余裕じゃない。結構いけるやん。あとさ、ねねねねねねね、うん、なんかこっちが多分さっき見た赤いやつとかじゃない。ほら、ここにもね、家並んでんの。あ、ほんとだ、確かに。なぜか一輪車が置いてある。ほんと、一輪車ある。え、待って、住居人いるよ。え、え、住んでるの。え、ほんとだ、先住民いるじゃん。お、住居人いるんだけど。やばい、まあ、とりあえず、やめとこう、ここは、まだ。一旦じゃ家具買おっか。あ、家具をゲットして、リノベーションするための家具をゲットして家に戻れって言ってる。オッケー。で、じゃあその前にちょっとこっち来て。お前さ、お前さ、一輪車で入ってくんなよ。ちょっと一旦来て、こっち。ほら、さあ皆さん、これですよ。これで旅行行きますよ、これで。いや、欲しい。これが1万ドルするんだよ、この。ちょちょ、入んなよお前、何やってんの。おーい。え、盗めんじゃん、盗め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 、待って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 、え、盗もう盗もう。あ、なんかビビ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 。えぇー、買ったなぁ。買っちゃった、みんな。めっちゃ買ってるやん。みんなカートいっぱい入ってるよ、ここに。おぉ、買えるのそれ。買っちゃった。お好きなカートを。あ、じゃあ俺オレンジがいい。え、黄色ないのかな、黄色。ちょっと他の色欲しいよね。あ、ピンク。あ、ピンクで。ペイントこれ変えられる、こうやって、これ、ほらほら。あ、そうか、変えれるのか。黄色なさそうだよ、これ。ないの。お、なんで黄色ねえんだよ。じゃあもう黒でいいよ、黒で、お前。もう黒に乗ろう、俺。じゃあもう家はあのまま。で、旅行行くか。あ、確かに。確かに行くじゃん。でもなんかこの車恥ずかしい、これで旅行行くの。じゃあ1万ドルのこの車を買おう。あ、ここいろいろ売ってるぞ。ここ。あ、家具屋さん、すごい。待って。めっちゃあるじゃん、いろいろ。滑り台とかもあるよ。え、これ家に置けんの？滑れない台ある、ここに。え、怖い。壊した。壊した、壊した、壊した。設置できるんだ。なるほど。え、すごい。お砂場とかもある。なるほどな。あ。これさ、壊せるってことはこれコピーできるよ。え、ほんとだ、コピーしてる。あー、いやー、これでコピーしてただでゲットできるぞ、これで。持って帰り放題じゃん。よし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 。お前、なに、こ、ちょ、待って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 、公園作るの、ここら辺のコピーは。確かに。公園作る気満々だな。だって家具、一応ここにもいっぱい入ってるけどね。でもなんか、それは勝手に取ってっていいのかな、お金かかんのかな。一旦ちょっと取ってく。うん、とりあえず。すごいいっぱいあるよ、家具。めっちゃいろいろあるな。めっちゃあんじゃん。なんだ、あ、これ、テレビか、これ。テレビは必須でしょ。最悪いらないよね。なんか意見分かれてんな。動いて、電子、これしかも電子レンジだ、電子レンジだ。でもなんかさ、家具といえば、で、おしゃれなのって、この暖炉欲しいな、私。暖炉持ってこう。まあ、確かに暖炉。ちょ、おのおのさ、ちょっと持ってって、ちょっと配置してこっか。
あ、なるほど、いいっすね。修繕だけみんなでやって、部屋担当の割り振りして飾り付けしようよ。あ、なるほど。個人的に暖炉いっぱい置きたいから暖炉いっぱい取って。時代はエアコンっすよ。いや、お前分かってねえな。俺はエアコン大量に持って帰るんで。あ、え、ベッドあるよ。ベッド。みんな持ってないでしょ、ベッドは。ベッドは持ってない。ベッド持ってないな。ほらね、死ね。バスタブもあるよ。お前バスタブ持ってないだろ。持ってない。ほらね、ゴミ。あごめんごめん、言い過ぎたね。ごめんごめん、うるさいよお前。爆発しちゃった。だから嫌われるんだよ。あ、じゃあ今あの鳥の鳴き声の真似してる。よし、じゃあ俺はいいかな。え、これ出てもお金取られないよな。ちょっと出てみよう。お金取られない。え、強っ。じゃあ待ってるわ外で。これレース会場ね、ここ。じゃあで終わったら車でこのスタート地点で集合ね。よし、じゃあこれ1についてさ、家まで競争しようぜ。おーい、おーい、競争しようぜって言ってんだよお前。言ってた、そんなこと聞いてなかったな。この白い線がスタートラインね。よーい、スタート。あ、前に入ってガード。位置についてとかないんだ。あ、くそ。いや、そんな急に始まってびっくりした。家の場所わかんない。こっちこっちだ。あ、コンパスコンパスコンパス、こっちこっちこっち。あ、コンパスでわかんない。あ、待って待って、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 お前やめろ、お前ダイレクトインするな、お前。帰ってきたよ。あ、なんかフィニッシュはリノベーション&セールタハウス、リノベーション終わらせて家を売れって言ってる。あ、なんかここにね、資材とか入ってるし、家具もちょっと入ってるわ。お、なるほど。これでさ、家修復するんじゃない。まずそういうことだ。なるほど、修復してくるわ。よし、俺も直そう。じゃあ修復しよう。とりあえずこれはガラス割れてるな。ここさ、どうする、全部ガラスにする。あ、いいね。あ、あり。絵画みたい、絵画みたい。いい感じ、いい感じ。なんで全部海外になるの。ボロいな、ここらへん。ポンちゃん、ブロックちゃんと仕事してね。なんで遊んでんの。違う違う、じゃあ俺なんかなんかブロックしか持ってない、ただの。はぁ、ちょっと待って、違う。だってチェストの中だってブロック以外なかったもん。え、俺最後に撮ったけど、あったよ、階段とか。え、違う、あのガラスもあったよ。え、じゃあ俺その後に撮ったんだよ。じゃあ遅い、お前が。ごめんなさい、ちょっと待ってもらえないですか。ポンタ、はい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 、ここどうするかお前が考えろ。なんかちょっと最新式。あ、でも分かった分かった、もう。あー、この辺も全部壊して。なるほどなるほど、ガラスにするのね。そう、最近のマンションこっちだろ、柵なんかじゃなくて。さすがにそうだわ。ほら、おい、おしゃれバルコニーになった、いいね。いい感じ。お前何。ええええええ、いや、ほら鳥とかほらさ、鳥とかこう入ってきちゃうから。ここ閉めようよ、じゃあせめて。ねえねえ、気になる、プッチちゃんとやって。キモいキモいキモい。あれ、修繕終わったんじゃね。終わったね、うん、治ってるな多分。じゃあ部屋の割り振りして、ちょっと家具置いてくか。あ、いいっすね。あ、どこが誰の部屋みたいなこと。うん、俺でここがいい。ええ、じゃあ俺ここが、待って、あ、4マスしかねえ、ちょっとここ嫌だ。え、どこにしよう。じゃあヘナコ、じゃあここやるよ、ここ。あ、オッケー。プッチその部屋がいいんでしょ。うん、この部屋がいい。じゃあこのフロアもらうから、ポンちゃん2階全部ね。うん、2階全部やります。じゃあ俺、じゃあ開始。よーし。プッチさん邪魔だったな今。なんでそこ1マスで行くんだろう。だって1階はさすがにリビングルームだろ。いや、もうこれ、ここはね、何の部屋にするかもう決まってるんだよ、これ。もう決まってるの。なるほど。いや、もう買う前から決まってる。買う前からね、ぶち。ん、ソファーない。あ、おい、買っときよ、お前。ソファーぐらい。なんかテーブル4個くらいあるのにソファー1個も持ってないんだけど。ある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 、はい。ありがとうありがとう、はい、助かるわ、椅子。おー、ありがとう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 。あいつ使えるのやっぱセンスがさ、センスとかの問題じゃないかも。なんか壁に埋まっちゃったソファいや、これ置くの意外とむずいな。俺も埋まってる。俺も埋まってる。え、なんだ、おい、雑魚だもん。しっかりやれよ。え、やば、急に変わるやん。え、これ壊すの。あ、壊れた、やっと壊れたよ、この野郎。ふざけんなお前、ポンタ、本当に。なんで俺めっちゃ頑張ってますよ今上で。何してんのじゃあ。え、今あのこの2階で全部屋の温度管理をできるようにしてるんで。え、温度管理は別にしなくていいんだって。だってなんでかっていうと、
うん、夜にならないから一緒。じゃあ今暑い？いや、快適。じゃあいいじゃん。じゃあいらないわ、これ。これ、いる？これ、これ。かっこいいけど、ちょっともらっとくわ。はい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 、オッケー、もういらない。まあいい感じかな。できた。早い、まだ全然出来上がってない。早くね。もうまだ全然なんだけど。ちょっと早くしないとこれ、その1万ドルなんて遠いぜ。確かに。じゃあとっととやるか。確かに、バンバンやっちゃおう。まあ、てかそうだよね、これ一番しょぼい家だからこんなこだわる必要ないよ。オッケー、できた。おい、子供の用品なんかさ、遊べるやつみたいの外に置くケースあるけど、家の中に置くのはもうちょっとちっちゃいやつだろお前。でこれの半分ずつに分けたやつならあるけどね。オッケーオッケーオッケー、いい感じいい感じ。完璧完璧、もういいじゃんこれで。オッケーオッケー、完璧やんこれで。いいいいいい、よーし完成完成。じゃあ俺の部屋からまず見ていきましょうか。見て、まずこのこの時計のでかくね。隠し部屋、あ待って、うん、隠し部屋なのここが。ここ隠れてんのそれ。ね、待って、ここ終わってないんです。このもの、はい、オッケーオッケー、できた。で、はい、この時計の先に俺のが作った部屋があるんだけど、これまず入るときに壊さなきゃいけません。一回壊すんだ毎回。一回壊さなきゃいけません。で、事務所にしました。いや、事務所すぎる。アニメーターの事務所にしました。やば、座れて仕事できるね、ここで。あーつって、こっちゲーム作って、こっちアニメ作ってみたいな。すごいね、この間取りあったら 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人で働けるんだ、これすごくない？めちゃくちゃ入るやん。じゃあ次、まあ、ひなこちゃんのやつ今さっき見てたけど、はい、なんか真面目にね、途中まではやってんの。このソファーとこのテレビは真面目にやってた。本当だ。あ、ベッドもちゃんと真面目じゃん。なんか階段あるけど、なんかこう階段あるけど。なんか階段ある。あ、これもなんかいい感じでしょ。あの棚、これ。あ、なるほど、おしゃれ。棚。あ、棚か。確かにそういう意味だとおしゃれだな。ちょっと斜めすぎな気がするけど。いや、大丈夫大丈夫大丈夫、そんなことない。これ家が斜めってる、これは。で、まあなんか子供がうるさいじゃん、テレビ見てる時だから。テレビさ、見せてたら目悪くなっちゃうじゃん、子供って遊んでる最中とか。だからテレビが見えないようにブランコはこっち向き。ずっとゴミ箱見てる状態だけど、これ景色悪。じゃあ次ポンタ。はい、次まずこの階段、ね、いけない。いや、この階段の上り下り滑り台でできるっていう楽しい、なんか海外のさ、ショートとかで流れてきません？家改造してアスレチックにしたみたいな。あ、あるあるある。あれを意識しました。楽しいでしょこれで。いや、まあなんか壁だよね、到達先。まあ、なんか思った設計にはならなかったけど、よしとしてますこれで。からのもうここでベッドしかないんだけど。ロフトじゃん。そう、ロフトです。めちゃくちゃ大人数寝れる。違う、ロフトじゃなくて、じゃあ、ヤマダ電機だった、これは。確かにヤマダ電機ではあるわ。これはヤマダ電機だって。さっきの部屋で労働した人たちがここで寝るんすよ、みんな。なるほどね。1,2,3,4,5,6 人寝れるから、朝晩こっちは優先したら。なんで急に壊したんだ。やば。急に破壊衝動を駆られてるやん。で、まあこっちのね、個室も来ていただくと、はい、ここ、あの、二人同時にトイレできるようになってるので。あ、すごい、いいトイレ。利便性抜群、いいでしょう。ほんとだ。私、いいもの持ってるよ。じゃあ、ここ、イム用って。はい。はい、二人同時にシャワー入れる、これで。あ、ほんとだ、完璧じゃん。あ、いいじゃん。で、うんこは、これ、流すやつないから、後ろにこう、ゴミ箱してる。あ、捨てるタイプ。こうだな。あ、いいんじゃない、これで売ってみるか。じゃあ、そうですね、だって最大10人いるよこの家、住めるよ。めちゃくちゃ住める。結構お得だよ。さあ、じゃあこのボタンを押せば売ることができます。はい、ちゃんと外にもある。あ、なんか買い物しに来た人がいるよ。本当だ。はい、カスタマー、お客さんや、お客さんからお金もらえて、おあ、え、あ、なんかもう売っちゃったわな、ここに立ってたら。The house is sold. 売れた。おー、すごい、売れた。
1000ドル儲けたぞ。やったー。おなるほど、やった。3000円。3000ドルになりました。オッケーオッケー、理解したわ。おなるほど。じゃあこの調子でどんどん売っていくか、うん、そうですね、バンバン売りましょう。じゃあ次の家をちょ決めるか。え、待って、もしかしてさ、これ家によって初期投資の値段も変わる？で、そうで、売った時の値段も変わるかもね。青行ってみない？青一旦。いいよ、青行こう。真ん中ね。青がいくらなのか、こっちの方のやつか。この辺？この辺っぽいっすよね。あ、この辺じゃね？なんか看板あるよ。看板あるよ。ハウス1、あ、ハウス2。ハウス1どこだ？何？家に番号ついてんの、この地域。なんかね、ついてるよ。うん、住所が。あ、これ6だ。あ、6買える。え、3も買えるよ。買うやつ出てきた。あ、待って、3000ドルだって。え、行く？ハウス6。ちょうどだ。え、こっち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 。3000ドルだぞ。ここか。ねえ、プッチーずっとどこにいるの？こっちプールついてる、ちなみに。それもう買える？ハウス3？何ドルか見てねえわ。向こう向こう。それ高級住宅の方じゃない？それ。こっち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 。いや、青だよ、青だよ。ほら。え、青？ほんとだ。え、ほんとだ。ハウス3でプール付きのお家。じゃあ、こっちにするか。プール欲しい。いくらだろう。じゃあ、これ3000ドルで買うよ。はい。はい。おー、買ったー、やったー。え、これ結構いい儲けじゃないか。いや、いいっすね。あ、なんか書いてあんの。ワンちゃん6000ドルで売れるんじゃね、これ。え、どこにそんなこと書いてあるの。修理後の価格は6000ドルです。え、だって。おー、なるほど、でかっ。え、じゃあ結構上がったな。え、もうすぐいけるくないじゃん。よし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 。修理する素材も入ってるから、一旦じゃあ修理しちゃう。オッケー、修理しよう。草関連やるわ、私。あ、オッケーです。木材やるわ。じゃあ俺石系やりますわ、一旦。お外の整理整頓しよう。じゃあこれで一旦修理してから、家のやつだよね。こんな感じでしょ。そうか、よし、この辺やって。待って、これ何するゲームなの。修理して売る。なるほど。転売ゲーム。そう、転売ゲーム。なんか切ないね、こんなに頑張ってるのにやってること転売って。確かに、なんかあんまりちゃんとした職業ではない。ちょっと嫌だな。でもあれだよな、リフォームじゃん。リフォームって言えばほら。あ、そうだ、リフォームだ。あ、そうですね。あ、リフォームだ。言い方次第だった、それは。もう完全に。でもリフォーム転売ヤーだじゃん。いや、なやめよ。転売ヤーつけんなよ。ちょっとブロックないからちょっと階段で。雑。いや、もろもろ。あーだ、ね。全部買って花に変えたくね。雑草嫌だよ。あ、いいっすね。え、てかポンちゃん、プールの修理してちゃんと。プール壊れてんの？どこ壊れてるよ。あ、バカ壊れてるやん。プールは壊れやすいんだよ、お前。いや、じゃあ直します。あ、違う、間違えちゃった。お前プールのあれだろ、見張り台にいる人でしょ、お前。そうなの、いつから知らなかったんだけど。オッケー、2階の木材修理完了したかな。1階も2階も。お、ナイス。こっちもなんか適当に花植え終わりそう。うん、結構いい感じになってきたな。誰かなんかすごい嫌いな人いるな、私。ここなんか常々嫌だな。あ、これポンタね。これポンタ、これポンタ。この先は俺っす。じゃあポンタ嫌いでもいいや。違う。ちなみにその階段のやつは俺。もうなんか、まあ、2回やってるお前ら。ねえ。やってますよ、ちゃんと。お前ら2回やってる。自分の仕事。あ、やばい。これなんだよ、お前。これなんで1枚このガラスなんだよ。俺もうガラス持ってないの、その色。俺もねえよ、俺も。足りてないじゃん。だとしたら足りてねえな。なんで。もうそれは構想しかないよな。オッケー。でも結構綺麗になった。さあ、終わったかな、修繕。よしよし、じゃあ部屋やろ、部屋。どうする、別れてやる。早いよね、その方が。うん、そうっすね。うん、じゃあ別れてやるか。じゃあもう足りない人はちょ買いに行って。俺割と結構持ってきたから、多分ね。あ、オッケーっす。じゃあ俺2階のここやろっかな。2階のここと。え、2階全部やりなよ、別に。じゃあ2階全部やるわ、じゃあ。え、ポンちゃん1階全部。あ、オッケーです。え、ひなこさんどこやるんすか。外、庭でしょ、外。あ、なるほど。なんかこの庭範囲のとか全部私がやる、こっち側とか。あ、オッケーです、オッケーです。ひなちゃん、あの隣の住居に侵入しないようにだけ気をつけてね。間違えるな。待って、ありがとう言っといてくれて。でもなんかよく考えたけど、庭セット私何も持ってないや。え、なんで庭セット。買ってきな。いや、大丈夫、手持ちでなんとかするわ。まあ露天風呂好きでしょ、大体みんな。これ飛び込み台ができた。飛び込み台。飛び込み台。じゃあ上見てみ。え、
ガチでお前深さ足りんぞお前このプールの深さ知ってるか1マスやぞこれ頭打って死ぬでそれ絶対ガンってなるやん大丈夫大丈夫いけるいけるお前売るだけだしねこっちは関係ないか関係ない関係ない買ったやつの責任だからそりゃそうだ任せよ死んでくれたらまたこの家買ってまた売れるし、ねいつでも仕事ができるようにパソコンを置いてお前さまたなんでずっとオフィス作ってんだよお前だけいやまあパソコンないと不安だからさ俺お前はなお待ってバスタブみたいの作れたぞええ見たい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 えバスタブ後で見ろ後で見ればいいのかあ確かに待って俺ちょっとうまいかもしれんななんかあれだな友達とかこう泊まりに行った時にみんなでコンビニ行くと思うから電子レンジいっぱいあった方がいいよなコンビニでチンして帰ってこいお前なんで家でいっぱいチンする予定なんだよとりあえずゴミ箱置いとくねちょなんでなんでなんで何のためにやばい汚染されてく俺の部屋が汚染されてくオッケー完成あもうあいいやもうなんかはいオッケー俺も結構いい感じかもじゃあ1階から見てくかうんよしじゃあ外おなんかすごいよここえすごい何これなんか休憩スポットがあるあそうなんかこれさ棒だけあるからパラソルだと思ってパラソルの下に机を置いたつもりだったけどなんかヤシの木だったヤシの木だいいじゃん別にヤシの木でもいいかないやおしゃれおしゃれあるあるアメリカンアメリカンめっちゃアメリカンパラソルのイメージだったらヤシの木だったちょっと間違えちゃったけどまあまあ、まあ、プール入るとシャワー浴びたいからちょっとその水回りをね結構大事にしてってまずここにバスタブがあるのおなるほどほうそこにあるんだそうでまあ子供たちはここで遊ぶこともできるみたいなでかつこうシャワーブースがいっぱいあってなんかプッチ言ってたじゃん友達たくさん来るからレンジいっぱい置いとくってだから友達たくさん来た時用にいっぱいシャワーあるあとあの道路の外は見ないでほしい丸見えじゃんお前あれあれなんかあるななんかあるな道路の外あれは見ないでほしいこれでもあれかこうプールから上がってフーで直入りできるってことかそう直入りできるし最悪満室でもここもあるっていう感じでまず外あとあのバーベキューコンロが一応あるほんとだほんとだあーちゃんと待って DJ ブースあるよそこがもうナイトプールとか DJ するべきだからもうだから DJ ブースあるしここでくつろぐこともできるしうわこのソファいいなソファでねもうこんな感じでねいいななんかちょっと ワインテーブルだこれじゃあお酒テーブルだでなんかここ縦乗りしながらなるほどねみたいなそうそうそうで一応テレビもある後ろに逆向きな気がするけど余裕で逆だななんか間違えちゃってもいいやこれでってまあまあいっかなるほどじゃあ次ポンタの部屋見ていくかはいじゃあまずこの壁見てくださいよおしゃれじゃないですかちょっとデザインこだわったなんか嫌だな邪魔だないい景色が何も見えないなんか最近のおしゃれななんか建物こういうが壁の場所ありませんビルとかなあれでしょなんか不揃いな竹みたいなのが入ってたりするやつあそうえなんでなんでなんでえなんでなんでなんで急に壊してえ何のために謎に階段あるみたいになってんだ逆にしよう全部さ全部縦にする全部縦にする確かなんか勝手に色変わるんだけどこれなんかその回したら緑になるんですよなぜかいいじゃんこっちの方がいいよポンちゃんジムみたいなんだけどなんかやだ靴置き場あめっちゃ友達来れるじゃんこれでじゃああと暖炉かあそうここ暖炉があってで友達いっぱい来るって言ってたんでここゴミ箱がもう大量に何人来ても行けるようにあとはこれね仕事スペースだからほらなんか紙とか書いてとかするとほら捨てるじゃんペッペって漫画家とかあそうで捨てやすいよねどこに入れようかみたいなストラックアウト的だねあそうちょっと待って待ってちょっとこっち行ってこっちお前もテレビ逆やないかよお前なんか置いたら逆になったからめんどくさいなと思って一緒だなんでテレビ逆にするんだよこのうちテレビ見れる場所ねえもうこんな感じです一回なるほどねまあそんなもんかなんかさちょっとさじゃもしかしてソファ重なってるこれいやこういうデザインなんですよこれいやなんかじゃあ変なソファだねこれしかソファ持ってなかった俺はい何見ようか
あ、待って、これ三人称にしたらテレビ見れる。え、そういうこと。顔、座って顔の向き、顔の向きの方じゃあ見える。じゃあさ、じゃあこの逆向きのテレビでバックトゥザフューチャー見ようかな。さあ、ということで、じゃあ2階にご案内しましょう。キモくね、早速。なんか嫌だ、もう帰りたいね、なんか。さあ、まずゴンゴン鳴らして仕事だよって知らせてくれる時計があると。待って、上でなんか天井開いてね。で、まあ、ここが暖炉スペース。ねえ、暖炉多い。暖炉2個目。いや、プールあるから、ほら、温まりたいじゃん。友達いっぱいいるし。寒いかもしんないから。ちょ待って、暖炉あるのに天井浮き抜けだ。さあ、で、ここがジャグジーでございます。ちょっと待って、おかしい。いやジャグジーなの？水入ってないジャグジーです。さっき言ってたやつか、なんか作ったって。これジャグジーか。ジャグジーでございます。確かにジャグジーって言われたらなんか濃くはあるんだよな、別に。ここでちょっと休憩したりとかして、で、ジャグジーで汗を流す。お前、雨の日は筋トレできないじゃん、じゃあ。確かに。確かに。毎日できない。で、まあ、お腹がすくうじゃん、筋トレとかすると。うん、はい。お腹がすいたら薬莢おにぎりということで、ここに電子レンジが。いやいや、多すぎだし直置きなの。なんかだってもうこの距離で見るともう任天堂スイッチに見えるよ、なんか。え、確かに。なんかめっちゃスイッチに見えるよ。任天堂スイッチに見える。で、まあ、お腹空いてちょっと体動かしたいなってことで、これ飛び込み台があるとね。ちょっと待って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 、どういうことどういうこと。体動かしたいのでなんで PC ある？キモ場所。いや、絶対にほら仕事しないとってなるじゃん、こうやって遊んでたら。ここでふぅ、うわ、すごい。あ、で、ここダイレクトインと、で、また体洗って。まあまあ、じゃあそんな感じです。じゃあちょっと売ってみましょうか。え、でもなんか結構高く売れそう。6000円で売れるんだっけ。6000ドルです。はい。おお、なんかいろいろ落ちてるけど。あー、そうぞー、6000ドルになりました。お、やったー、稼いだね。あと4000ドルで高級物件行ってみる。ありだな、ワンチャン。いや、行けそう。もう行けるんじゃね。行こう。てか高級楽しそうだしね。紫のとこ、そう、こっちだな。高級物件いくらで売れるんだろうな。紫だから、あっち、あそこじゃない、あの屋敷みたいな。あ、もう明らかじゃん。え、明らか高いじゃん。本当だ、そこは。すごい、このエリアめっちゃなんか、何、ジョニーデップいそう。確かに。アンバーの部屋どこだろうな。アンバーって誰？アンバーって誰？アンバーだっけ、奥さん、あの離婚しちゃったジョニーデップの。もうどうした知らねえよ。え、これかな。うん、売ってはいなそうだね。え、買えないのか。あ、紫、あ、あったあった、ここだ。あ、本当だ、ここ買える。で、この辺だ。ここと、こことそこの3つじゃない、プッチ。うわ、すげえ。え、すげえ、明らかでかいわ。どの3つにする。個人的には俺こっち好きだけどな、この家。私もこれかそれがいいな。うん、じゃあこれ。オッケー、オッケーです。5000ドル。お、超える。いける、いける。じゃあこれ買ってみると、さあ、あ、1万円だ。ちょうど1万ドルだぞ。よし、ラストの仕事だ、うちらの。ちょっと待って、俺ら最初4000ドルだったじゃん。うん、で、1回やったじゃん、その後5000ドルになったよね、その後ね。車買わなければ、だ、無駄遣いしなかったらストレートでこれっつったってことだよね。うん、気にしないでおこう。だって車、まあまあまあ、じゃあ待って、ほら見て、可愛くないこの車。まあ確かに、あ、金持ちはやっぱ車いっぱい持つのが当然だからな。そう、気にしちゃダメだよ、こんな可愛い車ね。うん、確かに。もう本当に。ちなみにこれ修繕も何もしないでさ、こうボタン押したら売れちゃうのかな。一回やろう、じゃあ一回やろう。一回やってみます。ちょっとやってみる。このまんま高値で売るってやってみたよね。いくよ。やってみよう。はい。なんか出てきたの。ダメだって。あ、じゃあ待って。あ、なるほど。あ、なんかいる。はい。はい。あ、オッケー。いや、じゃあこれで、はい、置いた。あ、ダメだな。ダメなんだ。あ、全部の部屋に家具を置けみたいなの言ってる気がしなくて。お、なるほど。あ、なるほどね。だから全部の部屋に家具置いたらワンチャンあるよ。じゃあ全部の部屋に一個ずつ置いてくるね。一個ずつ置いてくる。あ、ちょっと違うわ。
それでできたら楽なんだけどな。いやめっちゃ楽。全然ワンチャンあるけど。一旦置いたか。一回全部置いたかもな。二回も置いた。あここ置いてないじゃん。あ広っ。これバリ大変じゃん。ちゃんとやるの。うん、ちゃんと置いたらめちゃくちゃ大変だな。二回やるね。誰か一回来て、誰か一回来て。なに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 。ね、なんか住民十人くらいいるんだけど。どこ。こっちの部屋。その奥の左の部屋開けてください。ちょっと。ん？違う、もう一個隣。そっち。二人だよ。え？本当二人だ。あれ？お前嘘ついたの大げさな。嘘つき！あれ？違う、めっちゃ見えたの。嘘つきでー。ボタン押してみる？ワンチャンいけるよ、これで。じゃあボタン押します。はい。おお！え、これ1万ドルで売ってくれんのかな、売れんのかな。どうなるんだろう。え、ね、あの後ろにいるよ、あの。え、あの後ろかよ。あー、そっち。はい。おお、売れたー。うわー、なんだめっちゃ楽じゃん。マジかよ。なんだよ、じゃあ最初からこれでやればよかったな。俺らクソ遠回りしてたね。え、無駄働きじゃん。あー、ということで皆さん1万1000ドルになりました。やったー、やったー。よしよし、ちょっと待って、車買いに行こう。車買いに行こうぜ。よし、俺らテンパイヤの素質あるぞ。ついにお前素質あるわ。だってこんなボロボロの状態で買ってくれた。あいつな、修理する意味なんてどこにもなかった。つまりなかった意味。よし行くぜ。さあ高級車を買うぞ。いけー、ブン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 。さあいざ、タップトゥーバイパパパイパイペイクペイクパイクプライス1万ドル。いきます。はい。あーあーおー、買えたー。よし。お、待って、めっちゃある。え、何これ。あ、鍵だ、鍵。あ、車のキーもあるぞ。あ、そういうシステムなんだ。すごい。ちゃんと防犯システムがある。ちょっと待って、一旦外の道路に出そうぜ。そうっすね。こっちのさ、広い方がいいよね。これで、一旦産む？産んで色決める？あ、そうっすね。じゃあ出してみます。はい、せーの。はい。おーい、かっこいい。お、変われる。黄色あるじゃん、ポンちゃん。うん、黄色ある。ピンクね。オレンジもね。なんか色の種類バリ少ねえな。うん、めっちゃ少ない。いやだよ、ひなこ赤だからね、真っ赤いみたいな。じゃあ俺は青でいいや。じゃあさ、これさ、乗ってさ、旅行どこに行くか決めよう、まず。あ、そうっすね。沖縄行くか。え、車で。車で、どうやって。フェリー乗り継いで。フェリー乗り継いで。なるほど。よし、じゃあ乗ってくれ、みんな。鍵で。はい。ほい。あ、開いた。え、すごい。え、横、横じゃなくて縦？扉開く。一回鍵で開けて、鍵離して右手で。あー、乗れた、やったー。おー、ナイス。じゃあ沖縄で競争な。え、どこ、どっち、どこ、え、こっち、こっち、こっち。よーし、スタート。待って、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